温泉クマムシは、寒フ動物門に属するとされるクマムシの仲間。1937年に、スイスの動物学者が、長崎県の温泉から発見して記載したが、その後一度も発見されておらず、存在自体に疑いが持たれている。1937年に、雲仙温泉の孤島の岩下から発見された、新種として記載、報告がなされた。 報告したのは、スイスの動物学者であったが、船中の専門家でクマムシについては、専門外であり、本種の他に記載したクマムシについてもほとんどがシノニム、または疑問名とされている。形態的には、近縁のイクマムシズナに見られる頭部の感覚毛と、新マムシズナに似た咽頭を持つなど、それまでに知られている、どのクマムシ類とも異なる特徴を持つとされる。また、 背中に三体の三角形の突起があると記載されており、本種の他にこの特徴を持つクマムシは、同時期に同じ著者によって記載されたオリエラビルーセンシスしかない。温泉クマムシの模式標本は現存しておらず、また、発見地のことを向かれて消滅したため、温泉クマムシの存在は記載以降確認されていない。森川国康など、 温泉クマムシの再発見を試みて、雲仙に出向いた者も,もいたが、再発見には至っていない。そのため、被災論文自体が捏造であるという疑いも持たれているが、イタリアの河川で本州に類似した形態を持つ、コトクマムシズナの種が発見されるなど、完全な捏造ではない可能性も示唆されている。ABC のだ大一、温泉クマムシは存在するのかたくさん。 日本動物分類学会誌、13から15、森川国康、カンフ動物門、P295 から333便だ、MG1986、ノーツ、オンザジーナスオリエラザシステマティックポジションオブ、カーフニアフラビアティリス・ビンダ、1978、アニマリア13、9から20、ありがとうございます。